まあ、3-2 でしたからね、先ほど申しましたようにやっぱり2点先行したという形で動きたい、その動きたいが今大友のね、はい、ヒットエンドランになったんですが、物見事に、まあ、裏目出てしまいましたけどね。しかし原監督もそれだけのこの序盤の3回でシグナルを送ったということは非常に気分的には非常にいいという形がね、まあ、2点のね、先制をしたんでね、あると思いますよ、はい、逆にね、井原監督は三塁側ダックアウトでねホッとしてるんじゃないでしょうかね、はい、今の場面はね、はい、そして清原です、ただ江川さん、はい、ここは松坂はホッとしちゃいけないところですよね、ですけども、ものすごいホッとしてますよ、あ、ものすごくホッとしてる、絶対絶命ですもんね、さっき松井にポンと行かれたら終わりですからね、もうむしろこの試合もそうですし、シリーズ全体が決まってしまうような、そんな場面でしたもんね、ある意味ではこの初戦というものはね、7試合というね、ゲーム数の中で一番大きな、ね、ウェイトしてみるのはこの今日のゲーム、はい、そしてさらに2試合目がね、この序盤の2試合が結果がどうなるかという一番大きなんですよ、はい、その中で今のこの場面、ね、ほっとしてんじゃないでしょうかね、7分の1以上の試合のそうですよ、その中のもうかなりのウェイトを占める場面だった、そういうこと、はい、さあ局面は2アウト2塁に変わって清原です、一塁キャンバスが空いていますがこの後は阿部です、という打球ですか、長嶋さん、清原というね、彼の野球人生と足跡をちょっとね振り返った時に、大きな舞台が強いというね、定評がありますけども、これだけ満身創痍と言われている中で、はい、本人がね2日前に監督出させてくださいと、僕はたるいと、それぞれツーランホームランが出ました、あ、看板の上でしょうか、